殺しておいてその態度、大したものね。殺してないからな。この鉄格子を開ければよろしいんですな。鉄格子で思い出すのは、一子相伝の卑怯の伝承者が悪ガキと牢屋に閉じ込められ、その日世話をしてくれた少女が言葉を話せなくて、でその村にモヒカン軍団が攻めてくるわけですが、そこでこう鉄格子をぐにゃりとね。そんな第1話とりあえずさ、早く頼むよ。何の話？ピラリラリー。なんとなくさっきのなんかね、いろんな単語とかを考えてみると、北斗の拳は一子相伝とか、なんかその卑怯がモヒカンとか、見たことないけどなんかそういうイメージ。よし来た任せろ。なんかその部分部分で見たことがある映像とか。山田くんはポケットから取り出した鍵を使って鉄格子の脇にあるスイッチを作動させた。すると、お、開くぞ。開いた。ね、なんか落ちとったよ今。誠殿はよもや、トラッシュルームで証拠隠滅しようとしてるので悪まいな。え、目の前で無理やろ。お、己測ったな。違うよ、僕は犯人が証拠隠滅してないか調べに来ただけだって。犯人は苗木誠殿であろう。自分が隠滅した証拠を自分で調べるだと。え、どんなパラレルワールド。いいね、なんか表情豊かで面白いね。もういいや、さっさと捜査を進めよう。表情も豊かやし、なんか感情の起伏が激しい。いや、いいと思うよ。苗木誠殿、元気がないですと。いや、まあ二人死んでるからな。むしろなぜ元気だ。え、そう？うっし、元気を出したかったらいつでも僕に声をかけちゃおう。ふりふり、いろいろと、いやさ、いろいろと取り揃えておりますぞ。てか、何、みんな今までに人殺したことあるの？なぜ人が殺されて、ねえ、1日ぐらいかで、そんな、うっしっしーとか笑えるようになるの絶対無理なんやけど、私。確実に無理なんやけど。これよ、これ。え、これ、血ついてない？服の袖やん。焼却炉の前に何か落ちてる。何かの燃えかすか？どう見ても服の袖。そして、血がついている。犯人、よね？なんで？あ、まあ、なんでっていうか、血ついとったら捨てるか。燃えかす。かす燃え？苗木誠のものってマニアックな属性を持ち。いや、どういう、カス萌えって何？何カスって。人間性がってこと？萌えねえ。とにかくこの萌えカスって、布だな。それにこの形状。これってワイシャツの袖口じゃないか？しかも袖口の部分に血が付着している。じゃあこれって、犯人が隠滅した証拠の残り。てか、慌てすぎじゃね？ちゃんと入れろや。証拠、殺人の証拠隠滅でこんな状態で去っていく？もうちょっとしっかり、てか普通にパッと見たら見えるやん。でも袖口が白いワイシャツを着てる人物なんてたくさんいるよな。これだけじゃ犯人を割り出す証拠にはならないかも。ボタンとかさ、なんか特徴ないん？ワイシャツの燃えかすを手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。まあ、白いワイシャツ着とるね。これは何？緑色のボタンと黄色のボタン？真ん中の装置に関係しているのは間違いなさそうだ。これね。これ焼却炉ってことよね。トラッシュルームの奥に設置された焼却炉。ここからあの鉄格子までは10メートル以上は離れてるな。え？ってことはさ、鍵開けんかったらここまで来れんくね？投げ入れたってこと？でも、シャツ。確率に、思いっきり投げたとして、ファサッで終わる気がする。それはともかく火がつきっぱなしだ。火がつきっぱなし？危な。焼却炉の投入口の横には緑色のボタンと黄色いボタンがありますな。うん、さっき調べたやつ。つまり緑色のボタンを押すことで焼却を、燃焼を開始し、黄色のボタンで燃焼を終了するシステムなのです。なるほどね。苗木も誠殿もいずれ掃除当番をやるでしょうから、しっかりと覚えて帰ってくれたまえよ。よよよよよよ。およよ、焼却炉の火がつけっぱなしじゃないですか。
おかしいな。前に来た時はちゃんと火は消えていたはずなのですが。いつ前に来た時？妖精さんの仕業。そんなわけない。山田くん、今言ったことって間違いない？え？妖精さん？いや、間違えてるよ。そっちじゃなくて、前に来た時は焼却炉の火が消えてたって。ふっ。あ、間違いないですと？僕って記憶力だけは確かなもんで。なんとか？来た。昨日当番を任命されて直後に下見に来たのですが、その時確かに火は消えておりました。それ以来僕はトラッシュルームには来ておりませんし、鉄格子を開ける鍵を持っているのは僕だけなのですから。火がついてるなんてありえないはずなのですが、まあでもそこに燃えかすが落ちてるってことは誰かが開けて燃やしたってことよ。つまり誰かが鉄格子を開けずにこの焼却炉に火をつけた。消すことはできんかったってこと？でもどうやって？トラッシュルームの焼却炉を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。そういえばなんか小学校にさ、焼却炉ってあったんやけどさ、使われてはなかったな。なんか草みたいなのがいっぱい入っとった。多分いたずらで入れたやつなんやろうけど使用はされてなかったけん、昔は使いよったんやろうね。やっぱあれ問題があるってことよね。焼却炉使ったら、焼却炉の手前に割れたガラスの破片が散らばってる。元は丸いガラス玉だったみたいな。あ、これで、これを投げて、スイッチに当てて、え？スイッチに当てて、え？ボタンを押したってこと？服を巻いて投げたっていうのも考えられるけど、え、服はもうそのまま直接？ファサってならんかったんか。ちょうど男性の手に収まるくらいの大きさだけど。うん。それはもしや。知ってるの？うん、7つ集めると竜が出てきて夢を叶えてくれるというドラゴンボール、うん、なんて冗談はさておき、それってよく見かけますよね、街角とかで。街角？玉の中を覗いて未来が見えるとか言ってるやつですよね。水晶4作目で出てきた褐色の姉妹も持っていましたよね。ドラクエ褐色の姉妹どっちが持っとったんや。お姉さんの方よね、占い師。妹の方は確かダンサーやったはず。ダンサー、踊り子。何やったっけ？マーニャとミネヤかな。言いたいことは分かったけど、だとするとこのガラス玉の持ち主って、街角で水晶使った占い師より人おる？私、街角の占い師って手相占いしか見たことないんやけど。あの人だよな。確か体育館にいたはずだ。直接確認してみるか。あ、そっか、そういえばあの人、そういう特殊な感じやっけ。割れたガラス玉を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。はがくれくんの方やろ？ふぅむふぅ。しかしながら妙ですな。前に来た時は焼却炉の火も消えてたし、そんなガラス破片も燃えかけの名もなかったのに。めっちゃ許せねえ。どういうことですからね、今ことの。そろそろ白状してもらいましょうか。いやいや、そんな言われましてもね、知りませんけど。なんで僕が、あなたが犯人に決まっているのです。謎は全て解けているのです。この人、漫画と現実がごっちゃになってるな。もうこのドラム缶は別に何もないのか。特に、これは大きなゴミ箱だな。ゴミ箱、これ燃えないゴミでも入れておけってことか。どっちにしても手がかりになりそうなものは特にないな。燃えないゴミ、ペットボトルとかプラスチックとか、そういう感じか。以上かな。山田くん置いてくけど大丈夫？で、体育館か。体育館であの人に話を。え、自分の水晶盗まれて気づいてない。別に何もね、騒ぎになってないよね。ここか。大事じゃないんかな。どこやったっけ。あ、こっちか。覚えてるよ、クラブの扉みたいとか言ったやつ。で、こっちやね。うわー、一発でいけそう。え、あ、びっくりした、行き止まりかと思った。よし、これ一瞬で移動できんかったっけ。いつもね、そういう部分はちょっとめんどくさがってしまうけども、
ねえ、もしかしてさ、主人公の部屋の死体もそのまま放置されとる？葉隠れくん、ちょっと聞きたいことがあるんだ。あ、やだやだやだ、こっから出たい、すぐ出たい、もう出たい、今にも出たい。みんなそうだよきっと。葉隠れくんってば。うん、あら、ナイキッチいたの？何？あのさ、このガラス玉に見覚えないかな？つか、それって俺の水晶玉だべ。え、割れてる。え？どういうことだね？絶対に割れない奇跡の水晶玉って言われたから買ったのに、そんなもんあるわけないやろ。え、なんで割れてるん？しかもガラスだった？水晶ですらなく？もしかして俺って騙されたんか？かのナポレオンやチンギスハンやワシントンという歴代の英雄たちが手にしてきた水晶玉で、それを持つ者は世界を滑るという伝説の水晶玉。え、騙されたん？マジでか？むしろも騙されたん？マジでかって感じやけど。あのさ、葉隠れくん、その話は置いといて、とにかくこれって葉隠れくんのもので間違いないんだよね。間違いなく俺んだけど、きっと昨日の夜ランドリーに置き忘れたんだ。それを盗まれたってことだべ。ランドリーに置き忘れた、ということは誰にでも持ち出したってことだよな。なるほど。まあ、肌身離さず持っとったらさすがにわかるよね、ポケットに手突っ込まれたりとかしたら。割れたガラス玉の情報を更新しました。言霊メニューで確認できます。葉隠れくん、ありがとう。僕が聞きたいのはそれだけだよ。いろいろとショックやね。あのさ、ちなみに聞いておくけど、このガラス玉っていくらで買ったの？占いで稼いだ2年間のほぼ全て。2年間の、やばくない？やばくない？ほぼ全て。リアルの話、1億？すごい。1年間で5000万も稼ぎよん。めっちゃいいやん。うさんくさいけど、めちゃくちゃ稼いどるやん。世界を滑る力の金額にしては安いかなって。いや、そうなのか。別にね、そんな世界征服せんでいいんじゃね。アホすぎて同情の余地すらないな。1億あったならね、別に卒業して就職働きよんか、占い師として。そっかそっか。あとはあ、これは同じじゃね？ほらほらほら、一緒だね。他の場所にも行ってみるか。隠してるとしたら何を隠してんだ？他に行ってない場所てか、まあまだね、どこにおるんかわからん人たちがいっぱいおる気がするけど、あの、私がさ、かわいいかわいいって言ったあのキリキリちゃん、あの子どこ？え、死んでないよね、まだ2人やろ、死んどん。あの子だけなんか謎がすごい多いけんね。だってここに来る前の情報もそんなないんやろ。やばくない？犯人側の人間なんやね。なんかよくわからんしさ。実はあっこが黒幕で、まあ、なんかモノクマたちを使いよるみたいな。ここ来てないね、食堂。そういえば食堂の包丁が盗まれとるとか言ったよね、一個。あ、個性的な髪型やね。そんなソフトクリームみたいな髪型やった？あのさ、朝比奈さんは知らない？食堂の包丁が一本足りないみたいなんだけど。そうなんだよね、私も変だと思ってたんだよね。いつの間にか包丁がなくなっててさ。じゃあ包丁は最初から足りなかったわけじゃないんだ。そうだよ。違うよ、前見た時にはちゃんと全部揃ってたもん。いつだ？包丁がなくなったのに気づいたのはいつのこと？それは昨日の夜、紅茶を飲もうとして厨房に入った時は確かに包丁は揃ってたよ。ふんふん。だけど食堂で紅茶を飲んだ後、その紅茶を片付けようと厨房に入った時にはもうなかったんだ。え？どういうこと？ここで紅茶飲みよったよね。え、部屋？ここ？食堂よね。じゃあ朝比奈さんが食堂で紅茶を飲んでいる間に包丁は消えちゃったんだね。え、じゃあその時に来た人ってことやねん。見たんじゃない？つまり包丁が持ち出されたのは朝比奈さんが食堂にいる間だったんだな。だったら朝比奈さんは知ってるはずだ。その間僕が食堂に行ってないってこと。で、そっちよりさ、え？何？みんなおったってこと？
他の人たち。つまり僕が凶器を持ち出していないってこと。朝日奈の証言を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。ねえ。ところでさ、苗木って本当に前園ちゃんを殺しちゃったの？何言ってんだよ、そんなわけないじゃないか。朝日奈さんは僕が殺したって思ってるの？だって前園ちゃんは苗木の部屋で殺されたんだよね。だとしたらやっぱり。でも前園ちゃんは苗木と仲良かったし、そんな関係なのに殺人なんて。だけど仲いいからこそ殺人が起きるってのはドラマの定番でもあるし、ドラマとか全部ひっくるめて考えると結局よくわかんないよ。よくわからんくってもさ、この中に犯人がおると思ったら誰とも一緒に守りたくないよね。でも一人でおるのもなんか殺されそうで嫌よね。ほら、さあ厨房、ここには誰もおらんね。あ、これか、亡くなっとった包丁。大小様々な大きさの包丁が取り揃えられている。でも包丁が一本足りないみたいだ。これって最初からなかったのか、それとも。この厨房に詳しい人がいれば話を聞いてみたいところだけど。うん、聞いた。さっき聞いた。わあ、お肉屋さんみたい。めっちゃいいやん。霜降りだ、霜降り肉だ。で、それどころじゃないな。いや、めっちゃテンション上がるね。わかるわかる。なんかすごいな。フライパンだけでめちゃくちゃ種類あるやん。はい、出ます。で、残りのメンバーは？あの、大神さくらちゃんとかは一体どこにおるの？みんな。あ、あと自分の部屋かな、それぞれの。待ってよ。ん？こっちはいけんのか。何？ここ。ガタ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 。開かない。扉がじゃない。鍵がかかってるみたいだ。ねえ、あとのメンバーはどこよ？自分の部屋なんかな？ここ、寮のトイレは見てないっけ？女子トイレは入れんのやろけど。男子なので。え、めっちゃおしゃれ。水槽だ。小さな魚が泳いでいる。どう見ても事件とは関係ないよな。これ本物？へえ、すごい。なんかめっちゃ雰囲気いいね。え、てか、あの、校舎側のトイレと全然違くない？校舎側の方はなんかまあ普通って感じやったけど、寮のトイレ、おしゃれ。超おしゃれ。めっちゃいいやん。んで、あとのメンバー。まあ、部屋を訪ねてってみるか。とりあえず今のところ会ってないメンバーの部屋を訪ねてみよう。おった。あ、ここや。大神さんの部屋だ。事件には関係がなさそうだな。え？事件に関係なかったら入れないんすか？藤崎。フカワ。この子は教室におったな。今はここに用はない。江ノ島、死んだ子やね。江ノ島さんの部屋だ。江ノ島さんはもういない。確かに死んでいた。入れないじゃないですか。自分の部屋。自分のっていうか、あれか。本来の前園さんの部屋か。でも、ねえ、苗木のことのプレートに変わっとったね。確かこのゴミ箱の中には、あった！前園さんに配られた DVD だ。この映像を見た後、前園さんはやたら取り乱してたんだよな。あー、なんか正気がない感じになっとったっけ。ここには何が映ってるんだ？自分の DVD には、あの、家族がボロボロにされたやつが映っとったよね。その後の家族がどうなったんかは知らんけど。ってことは似たようなのがみんなに配られたってこと？事件とは直接関係ないかもしれないけど、確かめておいた方がいいはずだ。前園さんごめん。この DVD を借りてくよ。お、ってことは必要確執やね。どっちだ？こっちか？こっちやね。もうなんか出たらさ、そのまんまの方向で向いといていただきたい。勝手に方向転換をしないでくれ。何が映っとんやろうな。多分その最初私みんなの秘密なんかなって思ったんやけど、そうじゃなくって、みんながこの学園に閉じ込められた後のなんか家族だとかの
様子を映しとんじゃないかなって思うんやけど、ってことは前園さんもよね。ここで確認できるはずだ。前園さんの部屋のゴミ箱に捨ててあったあの DVD の内容が。モニターの前に腰を下ろし、 DVD をデッキへ差し込んだ。再生ボタンを押し、クライムの画面をしばらく見つめていると、お、それはコンサート映像のようだった。そっか、アイドルやったんやっけ。そのステージ上のセンターに立つ少女、その顔はとても見覚えのある顔。前園さん。そこには大切だと言っていた仲間たちと共に踊る前園さんの姿があった。ステージ上で見る彼女は輝いていた。躍動していた。それを見ているとますます信じられない。この彼女が死んだなんて。てかさ、アイドルグループでセンターやった子がさ、急激におらんのったらめちゃくちゃ問題にならん？だって卒業コンサートとかしたわけじゃないんやろ？僕の視界がぼんやりとにじみかけたその時。ねえ、だって、なんかこの高校に受かって入学することになったんで、そういう理由でアイドル活動をやめますってことになったんかな？やめてはないよね。休業中みたいな。あの今々しい声がスピーカーから流れ出してきた。超高校級のアイドルである前園さやかさんがセンターマイクを務める国民的アイドルグループそんな彼女たちには華やかなスポットライトが本当によく似合いますね。何ですが、前園さんの場合は家族じゃなくって。そこで画面は突然暗転した。そして次の瞬間、僕は信じられないものを目の当たりにした。わあ！荒れ果てたステージ上からは前園さんの姿は消えていた。だけどそれ以上に目を引いたのが、ステージ上にぐったりと垂れ込んだ他のメンバーたちの姿。主人公の時ってさ、なんか、声と、あとボロボロになった部屋だけで、その家族自体は映ってなかったよね。映っとったっけ？これ、がっつり映っとるけど。え？解散しました？え？これは何？彼女たちが死んでるの？アイドルとして活躍することも、スポットライトを浴びることも二度とありません。え？死んだってこと？つまり、前園さやかさんの帰る場所は、もう、どこにもなくなったのです。それとも後遺症が残るぐらいの感じかな。いやでもスポットライト浴びれるか、後遺症残っても。ではここで問題です。この国民的アイドルグループが解散した理由とは？解散した理由？どういうこと？正解発表は卒業の後で。怖い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 。そこで不意に映像は途切れた。なんだよこれ、嘘だろ。国民的アイドルグループなんだぞ。みんなが知ってる有名人なんだぞ。そんな彼女たちにまで手を出したっていうのか。まあセンターが殺されたぐらいやけんね。これが本物だとすれば、今頃外は大騒ぎになっているはず。普通にあれなんかな、ニュースで伝えられとんかな。何者なんだよここまでするなんて。解散した理由って何？メンバーが全員死亡したからとかそういうこと？じゃなくって？何かしら死んだんかどうかまずわからんけど、ああいう目に合わされんといかん理由が前園さやかにあったってこと？どういうこと？わからん。でもみんなどういう理由でここに集められたのかがまずわからんけんね。来たよ来たよ。僕も待ち疲れたんで、そろそろ始めちゃいますか。何？お待ちかねの学級裁判を。学級裁判ってことはこれが初めての学級裁判になるわけやね。ではでは集合場所を指定します。なんかまだ会ってないメンバーおるんやけど、どこにおるんやろ。学校エリア1階にある赤い扉にお入りください。あのクラブのうぷぷ。あそこ？じゃあ赤かったけど、あれね。学校エリアの赤い扉、そこに行けばいいんだな。行くしかないんだな。あ、ほらほらほら、やっぱそうや。え？あ、ここまで連れてこられたってことか。ね、扉出たらもうすでにここなんやかと思った。
お、みんな大集合。めっちゃ残っとるね、まだ。苗木くん、遅かったじゃないか。みんな待ったなぞ。怯えてたんでしょ。自分の犯行は暴かれるの。聞きたまえ。決めつけは良くないぞ。学級裁判まで待ちたまえ。そこで苗木くんの犯行の一部始終を明らかにするのだ。んでも、苗木くんっていうのはもう確定しそうやね。結局犯人だと思われてるんだな。だけど僕が犯人じゃないってことは、僕自身と前園さんがよく知っている。まあね、多分部屋で、あ、刺さったまんまや、包丁。部屋ではね、まあ、実際に犯人の顔も見て、切りつけられとるのを防いだりとかしよったわけやけんね。だったら真犯人は誰なんだ。なんなら犯人の名前も書き残してくれとるし、前園さんを殺した真犯人は、この中にいる。いるよ。でもそこがって感じやけどね。みんな揃いましたね。どうなんやろ、主人公を殺そうと思って入ったんか、もうその時にはすでにネームプレートは入れ替わっとって、普通に前園さやかを殺そうと入ったんか。正面に見えるエレベーターにお乗りください。そいつがお前らを裁判場まで連れてってくれるよ。めちゃくちゃモニターの数が多い。あんだけの数のカメラが仕掛けられてるってことよね。運命を決める裁判場にね。え、これでバレたら？僕はバレたら処刑されるんかな？待ってるからね。あの、狼ゲーム的な感じで。狼ゲーム？人狼ゲーム。狼は狼やけど。なんか久々に見た。そういえばおったね、君も。裁判場だと？何のまでご丁寧に用意しやがって。もう落ち着いたかい？無理だろ。参ったべ。本当に学級裁判なんてやるんだな。だべ。ナイキッチ自作するなら今のうちだべ。やってねえよ。だから僕じゃないんだよ。さくらちゃんどこにおったん？おい。ここでためらっても仕方あるまい。覚悟を決めて進むのだ。おお、びっくりした。おった、キリキリちゃん。行きましょう。冷静だな。いいか。安心したまえ。僕はまだ君が犯人と決めつけてはいないぞ。でも犯人だとは思ってるんだな。おそらく多分みんな思ってそう。真犯人以外は。真犯人は多分どうにかしてこいつに罪をかぶせようと。結局調査とか全然できなくって。ずっと体育館におったんかな。前園さんはこんな風に犯人を暴くこと望んでるのかな。いやー、だって私が追い詰められてますからね。望んでくれないと。何なの？前園ちゃんを殺した犯人、今どんな気分なんだろう。ねえ、そんなね、もうみんな、みんなね、殺さずに平平凡凡に過ごしていこうと。それはそれで嫌か。どうでした？無実を証明できそうな証拠は見つかりまして？無実を証明する証拠は見つからんかもしれんけど、他の人の有罪を証明できる証拠は提出できるのでは。でも一個ぐらいしか思い浮かばんよね。殺しておいてその態度、大したものね。殺してないからな。まあ俺はやることやったし、おめえらに任すわ。つなげやり。さて、いよいよだな。覚悟はいいのか？何、裁く気満々な、私のこと。ふむふむ。やはり闇の闘技場といえば地下ですか。苗木もコトロの最後の花道、見させていただきますぞ。なんかあれやね、ひふみくんずっと追ってほしいね。なんかそのうちもしかしたら、でも誰か殺すことあるんかな。殺さなそうやけどな。もう逃げることはできない。まあそんなこと言ったら、どの人も誰も殺さなそうか。いや、わからんな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで。
ね、次回が多分初の学級裁判。いや、めっちゃ楽しみなんやけど、ちゃんと全部証拠揃っとんかな。まあ、でも多分証拠が揃っとるけん、ストーリーが進んだよね。すごいちょっと、めたい発言やけど。うん。なんとか切り抜けていこう。